市場移転の問題を検証する東京都のプロジェクトチームが、築地の再整備と豊洲への移転を盛り込んだ報告書案を示しました。会議では複数のメンバーから案への反対意見が出されました。たくさん課題あるんですけれども、いわゆる経営の問題ですね。で、57ページですけれども、豊洲市場開場による市場会計の影響は極めて大きいと、いうことです。でこれがプロジェクトチームの小島敏郎座長が中心となってまとめた報告書案では、築地市場の再整備案と豊洲市場に移転する案が並列で盛り込まれています。一方で、白地で考えれば築地改修案が優れているという文言があるなど、複数のメンバーからは築地の案が優位に取られると批判が上がりました。 TT の総意の報告書なので、私はこれ反対なので、もう一度また座長と話したいと思いますけど、納得できる文章にならない限りは、プロジェクトチームとしての意見として報告書にはできないと。報告書案では、豊洲移転の場合はオープンした後、年間およそ100億円の赤字が出るため、豊洲市場は持続可能性に課題があるとまとめています。一方、築地市場はブランド力が重要だとして、再整備する案では、市場のほかにレストランやオフィスビルを新設して、食のテーマパークとして改修する案が示されました。期間を7年とする工事は営業を続けながらか、一度別の場所に移転してから改修する方法があるとし、課題は業界団体の協力と理解を得られるかということです。プロジェクトチームは来月報告書案を取りまとめる予定で、報告書は知事に提出され、豊洲へ移転するかどうかの判断材料となる方針です。